プラの薄皮の食感が好きです。薄皮いいのが来たよ。プラの皮の硬さが、あの海で獲れた鮭のイクラの硬さと、うん、そのちょっと皮に入りかけて取ってきた鮭の皮のイクラの皮の硬さって全然違うんですよ。ちょっと落ち着いて、ちょっと落ち着こうよ、聞くよ話、うん、Welcome to Planet of Food。 イエーイ、MC のマメスケです。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あゆみさん、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、元気に過ごされてます、はい、はい、元気にやっております。皆さんお元気ですか？もうバッチリ元気やってますよ。あゆみさん、あれですか、仕事がちょっと一段落したみたいな感じですか？そうですね、新しいお仕事始まったんで、はいはいはい、ちょっとバタバタしてます。で、今日もあれですか、どこかにアスカさんが隠れてる、そう思って間違いないですか？見える見える、怖いとこね。ツアー真っ只中です。あ、そうなんだ。日本国内ツアーどうしてるんですか？もうなんかファンの動向を見てみたいなことなんですか？今日は神奈川、全国でやってるんですけど。うん、はい、私も行きますよ。え、オンラインで？あの、4月に行く予定です、最終日。すごい。あ、日本に来るんだか。はい。そうなんだ。すごい。うわ、気合入ってるな。千秋楽ってことですか？千秋楽。あ、すごい。そうそう。ですね。何その笑ってるんでしょうか、じゃあ。日本情熱感じる、パッションを感じてて今。そうなんです。もうね、あと何回見れるかわからないですね。落としも落としなんで。そういう基準。いや、でも会える時に行かないと。そうそうそう。まあね、そう、後悔しちゃ遅いんで。うん、それ目的だけでしょ。あとはもうトンボ帰りみたいなこと。いやいや、もちろん家族に会うのが、あの、うん、第一の目的。ね、まあ一応ね、そらそう。家族第一です、はい、家族第一でね、うん、兄とあと友人と3人で行くんですけど、あ、はい、なんかてっきりね、家族置いて一人でね追っかけてんのかと思った。そうではないんです。あの、こっちの家族は置いていくんですけど。あ、もともとのね、実家の方のね。はいはいはい、そういう感じなんですね。今日もこの3人と一緒におしゃべりするだわーん。わー、今回のテーマはこちらです。私の好きな食感。イエーイ、食感。今日はですね、皆さんの好きな食感を教えていただきたいんですが、食べた食感以外にもですね、匂いとか見た目とか五感もひっくるめてご紹介ください。まずはあゆみさん、あなたの好きな食感を教えてください。私の好きな食感はシャリシャリ感。シャリシャリということで、ほいほい、うん、あの玉ねぎがなんですけど、うんうん、生でね、いろんなものに混ぜて、うんうん、混ぜたりとか、こう、あの、散らしたりとかして、うんうん、シャキシャキ感を味わう、うん、いろんなものに生の、あの、ちょっと厚めにスライスしたのとか、ザクッと刻んだものとか、こうやってタコに入れたりとか、サンドイッチには必ず入れる、サラダにも乗っける。ああ、すごい。これ、なんか、牛のたたきみたいなやつですか？でね、お魚のお刺身を買って、それをちょっと、軽く焼いて、外だけ。あー、いい香りだと、美味しそう。めっちゃ美味しそうなんだけど、何のお魚か忘れました。はいはい、これはでも、あの、ショコちゃんの、はい、あったでしょ、お料理対決みたいなやつあったじゃないですか、作りながらやるやつ、あれをイメージして作った。そうなの、どこが疲れて、ショコちゃんがね。あ、なるほど、あれをアレンジしたような感じなんだ。
はい、アイデアいただきました。おーすごーい。なんかちょっとディルとかもあってね。うわーこれすごい。あー、うん、あのローストチキンとか、あとチキンこうやってオーブン焼きするときも、うん、あの生玉ねぎと一緒に食べる。小鉢で別添えしてますね、玉ねぎを。すごい。そう、あの私だけなんで家族でこれするの。あ、そうなんですか。だから別に、うん、自分用としてでもアクセントとして欲しいから置いちゃうんだ。そう、混ぜちゃうと、あの嫌な人はかわいそうでしょ。そういうことか。お子さんとか普通辛くて食べれないもんね。そうそう、ちょっとね辛いから、うん、これはケバブ、うん、すごいな。お皿も素敵、うん、徹底してますね。どの料理にもちょっと添えるぐらいの感じですよね。出た、うん、これカレーかな。これがすごいよな、チーズも入ってる。ね、ちゃんとサフランライスにしてる、うんうん、息子と主人にはチーズ、うん、私には玉ねぎみたいな。本当だ。これすごいなと思うのは、通常玉ねぎってさ、カレーにも最初に溶かして、もうルーの中に溶けてるのが玉ねぎのなんか食べ方だとずっと思ってたんだけど、うん、この写真を一枚カレー見た時に後で乗せるんだと思って、これなかなかのアイディアだなと思って。おい玉ねぎの。おい玉ねぎ玉ねぎ乗っけるみたいな。このアイディア素晴らしいなと思って、うん、なるほどねと思って。なんかね、これがポテトチップスみたいなのもきっとあんだろうなと思うけど、うん、あシャリシャリ感かと思って、これもうめちゃくちゃ美味しそうだもん、ね、これ。あの、インド料理でね、おせんべいみたいなの出てくるでしょ、うんあれを、はいはい、あの砕いてパラパラってかけて食べても美味しい。カレーはだから玉ねぎとそれがあれば最高。あの紫がね絶妙にインスタ映えしますよね、うん、色がね、うん、うん、かのこさんいかがですかこれ。すごいと思う、なんか斬新。え、これは紫玉ねぎじゃないとダメなの？普通の玉ねぎじゃダメなの？紫の方がちょっと柔らかい味がするような気が。うん、でも色はやっぱりね、あの紫の方がいいでしょ、うん、だから、うんうん、いい、確実に映えるね、うんうん、すごいな、やってみる、すごいよな、やってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では続いて翔子さん、あなたの好きな食感を教えてください。イクラの薄皮の食感が好きです。薄皮いいのが来たよ。どういうことですか。イクラの皮の硬さが、海で獲れた鮭のイクラの硬さと、うん、そのちょっと皮に入りかけて獲ってきた鮭の皮のイクラの皮の硬さって全然違うんですよ。皆さんちょっと落ち着いて、ちょっと落ち着こうよ、聞くよ話、うん、でどういうことですか。あの北海道ってこうあるじゃないですか。で、うんうんうん、その いろいろその鮭はいっぱいここら辺にいっぱいいるんですけど、うんうんうん、でみんなそれぞれ川に戻ってくるじゃないですか、うんうん、戻ってくるね、うん、で海で獲れた方のイクラの方が皮が薄いです、うん、で、はい、でその、まあ、プチってするんですけど、まあ、皮はスルッと、まあ、飲み込めやすい、うん、飲み込めやすい、うんうん、スルッとなくなる、なくなる、うんうんうん、でも、うん、皮の水に近づくとあの全体で体も硬くなるし、あの皮も卵も硬くなるんですよ。だから皮が分厚くなってのプチっていうのがすごく難しいするんですよ。でそれがなんかピンポンっていうあだ名がつくぐらいの食感で、まあそれが好きな人とその薄皮が好きな人っていうので、まあちょっといろいろ分かれるんです。正直その海域なんて分かんないじゃないですか。うん、分かんない、うん、これどこで取れた何って言われると、それがあの手っ取り早く分かるのがそのメーカーさんがあのこだわって買い付けして選別してるやつが一番分かりやすくて、うんうん、でこれ私の、はい、好きなあのメーカーなんですけど、ラウスカイさんっていうところの
あの、ラオス海パン、うん。はい。で、私がよく食べてたの赤、真っ赤っかのやつ。ちょっと整理させていただくと、コウコちゃん、もう見た目じゃ薄皮かどうかは分かんないけど、分かんない。メーカーによって、あ、ここは薄皮だって分かるって言ってたよね。ということは、どれだけのメーカー食べてそこの、ラウス海産にたどり着いたのか。魚屋さんちょっと前やってた時に鮭担当だったんですけど、鮭担当だったらそのイクラって商材としてはお隣みたいな感じで、だからまあ鮭を勉強するんだったら、まあ、イクラもあの勉強してて損はないよってことで、そのイクラの人がいろいろ食べてみなって言って食べさせてくれたんですよ。その時に 20種類とかぐらいかな、いろんなメーカーのいくら持ってるから、その人は、うん、バーってちょっとずつ食べ比べした結果、私好みのがラウスカイのいくらなんだ、ね、そうなんです。なるほど、はい、ちょっとわがまま舌になっちゃってんだね。あ、そうこれだなって醤油とかの味付けと、あと、まあ、皮の硬さとか、そう食感がやっぱ違って、メーカーごとに。まあ、それぞれ皆さんこだわってんですよ。うん。すげえな、もうなんかめんどくせえなって、若干今ちょっとよぎっちゃった。いやいや、すごい。ねえ、あいつ、いかがでした？このレベルの高い話聞いて。私はその、プチプチ感が、ちゃんとあるいくらっていうのは新鮮なものと思ってた。同じ。うん、あで、うん、鮮度が落ちると、なんか柔らかくなっちゃって、うん、なんかふにゃっとするのかなと思ってた。かのこさんも同じですか、うん、だからちょっとびっくりした。その傾向あるんですか、それは。あるとは思いますよ。ただ、いくらって、取れたてのその鮭からイクラを取り出す時の鮮度と、あともう出来上がってる時ってもうその出来上がったものが冷凍されて流通して、でお店で詰める時に解凍してっていうやつがあるんで、その段階でのその古くなった状態のその2段階があるから、はい、元が悪かったらそれは1回溶かすと、もその溶かした状態、売り始めた状態でも悪いし、お店に並んで時間が経っても悪くなっていくしっていう、炙る、うん、その結果じゃあちょっと柔らかくなってるっていう、あゆみさんが言ったのはあながち間違いじゃないないと思う。なんかしぼんでたり、うん、皮が切れてて中身がなんかデロってしてたり飛び出してたり、うん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 、でもね、そんなしょうこちゃんがね、いくら一番美味しく食べるのはどんな食べ方なんですか？あと申し訳ないんですけど、あんまそのさっき言ったようにありがたみがないんで、うん、食べ過ぎちゃってってこと？そう食べ過ぎちゃって、なんかそう食べてたのもなんかスプーンでこうやって食べてたんで、うんうん、私から大丈夫なのってぐらい食べてたんで、でしかもそれも仕事で食べてるから、なんかこう味わうというよりも勉強だっていう気持ちがあったから、うん、本当ありがたみがなくて申し訳ないんですけど、裏丼でこうバッていっぱいだよみたいなの出されても別に、気持ちはそんなに、なんか喜んでんだかなんか悲しんでんだからね、なんか寂しい話になっちゃったね。そうなんですよ。一番その美味しく食べれるなっていう量は、イクラの軍艦巻きぐらいの、うん、あれぐらいがやっぱ一番いいと思ってます。これはわかる。ちょこちゃん、ちなみによく人工のイクラみたいなのもね、あるって聞くんだけど、はい、あれは、なんですか、回転寿司にあるようなのが人工イクラだったりするの？回転寿司にある、イクラは全部本物のイクラです。なんでそう思ったかっていうと、くら寿司とスシローのイクラの産地を調べてみたんですけど、スシローがアメリカ、ロシアで、くら寿司がロシアが主って書いてたんですよ。それだったら、まあ、もう天然のやつ使ってるなって思いました。もし人工イクラ使ってるとしても、その日本の工場で作られたやつを、うん、まあ、使うと思うので、なんかアメリカ、ロシアとかそういう表記にはならないと思うんですよね。しかも、その嘘
嘘を言うことになるので、そんなね、うん、そのスシローとかくら寿司みたいな、まあ、ところがね、大企業がね、みんながそう、みんなが知ってるような企業さんがそんなことをするのは、まあ、絶対ないって思いました、ね、私は。でイクラっていうと、そのまあ魚卵のその鮭とかのイクラが、うん、鮭の卵がイクラっていうのもあるんですけど、マスのイクラ、マスの卵もイクラって売ってることがあるんですよ。でちょっとだけ粒小さいんですけど、味はもうほとんど鮭と鮭卵もマス卵もそんな可変か、あのそんなに大差はなくて、どっちも美味しく食べられるので、あの、まあ、そっち使ってるんじゃないかなと思います、私は。回転寿司とかだったら、はい、いくらだけどマスのいくらなんだ。はいはい、だから鮭卵だともっと多分高いのかな、もっとその 1.5 倍ぐらいに高くなっちゃうかもしれないけど、マス卵だったら量もたくさんあるし、あの値段も安いし味もそんな変わんないから使ってるっていうのがあるよ、うん、だから経済的な商品として考えたら、はい、マスのいくらでもいいんじゃないかっていうのだよね。そうです、はい。あゆみさんいかがでしたか？うん、ごめんなさい、なんか話の内容よりもあの、うん、しょうこちゃんの方に気持ちがいってしまって。もうわかる。ママありがちなことですよ。ずっと見つめてました。かわいいなと思って、一生懸命かわいいなと思って。話聞いてないの。はい、わかりました、ありがとうございます。では続いてかなこさん、あなたの好きな食感を教えてください。タイのタオトゥンというデザートです。これは銀杏とか寒天とかハスの実とかレンコン、もち麦、豆みたいなの全部入っていて、冷やしたほんのり甘いシロップと一緒に食べるデザートです。この食感がもうなんかもちプルチシャキトゥルンみたいな口の中が美味しそうして、うん、すごいハマる食感です、なんかあんみつみたいな感じに似てる。うん、味は全然違うんだけど、でも、はい、あの感覚としては冷たくこうお汁と一緒に食べるのはあんみつと似てるかな。かなこさん的にはどの食感がいいんですか？あ、トゥルンですか？トゥルン、何があったかもう覚えてないいろいろあります。そう、もち麦のちょっともっちっとしたのも好きだし、銀杏のなんか、なんて言うんだろう、しとっとした感じも、あと寒天とかのつるんもいいし。これレンコンじゃないですか？すごい。そう、レンコンも入ってる。あー、シャキシャキみたいなのもあるんだ。じゃあ一つ一つの食材はなんか日本じゃあんまり 甘み、甘味として食べない。味は全部シロップ系でまとまってて、すごい、ね、え、どうですかしょうこちゃん、これお椀のさっきのお写真だと、うん、とても私がそれ聞かないとお料理の器にしか見えないですね。煮物っぽいよね。そうです。何も言葉とか知ら分かんなくて、うん、出てきて食べたら、あ、甘いってなるのかなと。ああ、うんうん、ことだ、そんな感じだった。あゆみさんいかがでした？飲み込んだ。どうしたった、あみさん。飲み込んだね。もう話聞いてた、大丈夫？聞いてた聞いてた、聞きましたけど、うん、あの レンコンと銀杏、うん、私めちゃめちゃ好きなんですけど、それを甘くする、うん、驚き、ちょっとなんか怖いもの見たさというか、ね、あの食べてみたいけど、ちょっと分からないですよね。うん、かのこさん一応今回用意してくれたという話なんですけど、おじゃん、おお、これはってるんや、 S&P というこの、うん、なんだ、うんうん、タイの冷凍食品かな、なんかのブランドなんですけど、チンするだけで食べれるっていう。ジャジン、ちょっと液体なんでグラスの入れ物に。あ、かわいい、なんかいいですね、うん、ちょっといいな、パンに高級感出たな。スプーンもかわいい。
おー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 、めっちゃ可愛い。で、一応チンしたんだけど、氷を入れながらこう食べると冷たくて。え、冷たくして食べるってことなんですね、じゃあ。そう、冷たくして食べます、これは。冷たいデザートです。ああ、どうぞどうぞ、行っちゃってください。いただきまーす。お、うん、うん。うん。おおおお。もだえ、人妻がもだえてるよ。大丈夫かな。すごい。忙しい。うん。なんかいろんな、いろんな食感があるんですよね。うん。確かに忙しそう。忙しいんだ。ああ、なんか安定感はすごいあるんだよな。うんうんうん。うん、ある。別に果物は入ってないですもんね。果物入ってないと思いますね。いやー、でも銀杏とかってなんかね、茶碗蒸しとかそういうあったかいものとして食べるイメージしかないんだけど。銀杏とかたくさん食べたら絶対ダメって言われてたでしょ。うん、言われてた。言われてた。あるある。うん、でもすっごい容赦なくいっぱい入ってて、お腹いっぱいになる、うん、すごいお腹いっぱいになる、うん、てか銀杏ってなんであんなに食べちゃダメなんですか。なんかよくわかん、今言われて、昔からね、秀康、秀康って言っちゃったら、銀杏食べすぎるなよって、おふろによく言われてたんだけど、うん、なんなんだろう、なんなんですかね、あれ。高いから。そういう違うよ。いや、違うと思いますよ。いや、なんかこんな袋で入ってましたよ。じゃら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 。それをなんかストーブとかで一回こう焼いて、ただ食いすぎると鼻血出るぞみたいな、なんか。そうそう、なんかピーナッツ系と同じだったような気がする。食べ過ぎてたらいけないみたいな。あれって何なんだろうな。いまいちよくわからないまま、ああ、そうなのかと思って。ね、あんま食べないようにしてますけど、うん、あれも謎っちゃ謎だよな、うん、かのこさん、こう改めて感想を教えてください。あのタイってココナッツミルク味のデザートはすごく多いんだけど、これは唯一なんかココナッツミルクのあれが一切ない、ない、うん、ココナッツミルクが嫌いな人は食べれる、うん、なるほど、うん、そういう感じなんだ。わかりました、ありがとうございます。はい、はい。